トロラティー聞いてます。そうですね。よかったです、来れて。どうです今スタートラティー気持ちは第一ステージよりちょっと楽ですね。スタートラティー、まあ、あのエリア構成としてはあの前回やったのと一緒だったので、まあ、まずあの一つ一つあのやることが明確になってるっていうのがまず嬉しいことですね。セカンドで1回だけ脱落した記憶もあると思うんですけど、そうですね、その時はやっぱりローリングログがちょっと姿勢がどういう風にやったらいいのかなっていうのが分からなかったので、今回はそこもしっかり練習してきているので、ここは問題なくいけると思います。2大会連続で5人で来れてるので、このままサードまで全員で行きます。ずっと別の競技の練習してるじゃないですか。そう、このシミュレーションしてくればよかった。まさか乾さんから OK 出ると思わなかったから。でもそれやったら5秒ぐらい時間ゲットできます。そうだね、うん、なんか忍者っぽいでしょ。忍者っぽいです。ログで回転止まったらミチルの謎にかけてやります。何どうしたの？ヨミさんどうしたの？あ、いけるわ。あ、いけるのかもしれないけど勇気出ないな。荒木さんは行くって言ってました。行くの？やるの？ログで回転止まったら、あ、それをやるわ。それをやるわ。そこで5秒欲しいじゃん。そうなったら、いや、そうなったらね。まあ、それはわかる。それだったらわかる。普通だったら絶対やる。のもう残り40だよって言われたら、バカ野郎って感じだけど。行くわ、それは。勝負はここやな。そうそう、サードは行きたいですよ。僕の役目は皆さんに新しいパッチを見せる。いやいや、新しいパッチをクリアするんだよ。まずは、まずクリフ。そう、今年はクリフ。そう、クリフまだ超えたことないんですよ。それは今回の一番の目標や、ね、一番ですね。あの緑のバーに立ちたいんですよ、僕。そうやね、あそこに立ってよっしゃーってやりたい。ディメンション行けたらかっこいいよ。いいですね。結婚したからね、ぜひ奥さんにクリフクリアするところをちょっといいところを見せてもらおう。見せたいです。8分後、セカンドステージ収録スタートします。すごいいいフォームラウンド。8分後か。8分後ですよ。やばいね。自分は分かんないっす。ちょっと休んで、これでケイダさんティッシュ持ってたりしてるんです。ごめん、持ってないね。どうした？ゴーグル？いったゴーグルの曇り止めつけたんですけど、塗りすぎた。つけすぎても何も見えなくなった。逆にすいません、ありがとうございます。いけるね。これはもうクリアしないともうダメです。落ちたらもうとんでもないことです。行く人は当日とかやっぱ運とかも持ってるんですよ、基本的に。これは今回の荒木は。いっちゃうね。これは2枚目のこれはもうこの力でいけます。いただきました。前回ありがとうございます。40代多いにしてたんだよ。ティッシュでした。上に登り始める。今ティッシュです。クリアをしていきました。緊張したのですか。ストリーム大丈夫大丈夫。前回に来るか。いや、前回の苦しさを思い出しちゃって、まさか水中も得意だと話した。このバックストリーム以降でまずは全部出し切るつもりで出し切って終わりだ。出し切ってクリアします。出し切ってクリア。リバースコンベア、いつも通りやってもらえればこれやったらいけんじゃないとか、そういうの言うと思うんだけど。 OK、 OK、 ありがとう。素直に ついにセカンド来てしまいました。びっくり。できれば行きたいなと言ってたんですけど、本当に行くなんて思ってなかったんで、あまり。高橋さん、あ、はい、皆さんこんなこと言ってますけど大丈夫です。すごいしっかりとした、あの奥様ですので大丈夫です。はい。今年3月に結婚した。2023年は急上昇の1年になった。自分史上一番良いところまで行きますと宣言した。
森本世代のライジングスターカーデザイナー荒木直之30歳。頑張ります。いけるよ、いけるよ、自信持って。今年の3月です、春菜さんとの結婚がありました。日頃の感謝を競技を通じて伝えたいと話しました。テーマは新章開幕。カーデザイナー荒木直之がサードステージに向けたセカンドステージに入っていきます。回転をしていきますが見事にこの、おお、ナイスナイスナイス。体を委ね切りました。まずはローリングログからサーモンラダー、ここで体力と時間に余裕を持つことがこのセカンドステージでは大事と話しました。スピード豊かに4段上がっていった。そしてサーモンラダーの下りに入っていきました。3つ3段、そしてクリアをしていきます。スパイダーランに入っていきました。今年3月に春菜さんとの結婚がありました。バランスの取れた食事を作ってくれます。自身のパフォーマンスを上げてくれます。クリアをしました。を見せる準備自体は完全に整っています。過去最高の自分を見せる準備自体は完全に整っています。バックストリームに入っていく。めっちゃ速いです。他の人より多分10秒ぐらい速い。この後のリバースコンベアが苦手が意識があると話していました。そこまでに余裕を持っていきたいと話しました荒木直之です。さあ水の逆流バックストリームもクリアをして、本人が苦手意識があるというこのリバースコンベアが右側に見えてきた。さあ体力はどうか。カーデザイナー森本世代のライジングスター、一気に一気にいった。苦手意識があるという言葉は嘘だったのかと思うようなものすごいスピードでした。壁を2枚目魂込めて持ち上げて、大きな声で持ち上げて、荒木直之が今大会もサードステージ進出だ。早っ、覚醒してるなあいつ。あいつちょっとあんな強くなってたのか。荒木もびっくり、17秒46残して2大会連続のサードステージに駒を進めました。よかった、ありがとうございます。スキーペースだった。さっきのピード何よ。めっちゃ速いじゃん。あっという間でした。来ました。びっくりしました。意外とちゃんとすごい。いや実力以上ですね今日はね絶対。いや本当春菜さんのおかげ。おめでとうございます。座っていいよ。お疲れ様です。うわ夢みたいです。ご自身もターブ見て驚かれてましたね。そう、なんか自分の中でももうとにかくもう自分がやるって決めたことを必死でやっていったら、あっという間に気づいたらゴールにいたっていう感じで。あっという間でしたか。でした。次はサードにつながります。そうですね、うわ嬉しい。サード今年は絶対やりたかったんで、はい、これ嬉しいです。やった。サードへの意気込みはいかがですか。そうですね、今年は前回落ちたクリフディメンション必ずクリアしてファイナルみんなで行きます。見せてください。はい、まずはおめでとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。やった。ありがとう。ナイス。はい。めちゃくちゃ早かった。おめでとう。めちゃくちゃ早かった。びっくりした。いやなんかあっという間というか、あのバックストリームのこれ掴んだぐらいの時になんかいつもより早いなんか。良かった。良かった。いいペースだった。カーデザイナー荒木直之、リバースコンベアここが苦手だと話していた。ただ本人は苦手と話していましたが、かなり速いスピードで攻略をしていった。ウォールリフティング魂を込めて緑山に大きな声が響き渡った。3枚を見事に上げ切って赤いボタンを押しました。17秒46残しは本人もびっくりの、それだけのタイムを残して余力があるか。サードステージ2大会連続ガッツポーズ、笑顔でのクリアとなりました。アップアイテムちょっと2つあって、縄跳びとあとこの指を温める
クライミングで使うキャンパシングボードがクリアした。ずるいもん持ってるじゃないですか。ここが確か18ミリです。で、これひっくり返すと、ありがとうございます。ここは13ミリなんで、これをちょうど逆手に持つと、まあ、ちょっと持てるバーチカルリミットぐらい。イメージが。はい。フリフトバーチの。指温めます。これで指温めておくと、あそこで時持った時に動揺しなくて済む。僕が4手か5手かスタートして 1、2、3、4 だ。もう一振りでいってんだ。でも今回はね、2振りでいく。ここで待たずに、まあ、細かく刻みながら、イメージとしてはこの角でこいつがやっぱり一番離れてるぐらい振り始めて、おい、イランの見た、残念。イランの見た。やってしまった。悪いイメージが分かってたのに。そうですね。森本ちゃんとずっとクリップどのタイミングでやるかって話してたけど、やる日も決まった。皆さんどんな感じで行かれます？僕ちょっとクリップタイミングタイミングにします。クリップタイミング隠し事なしで、はい、隠し事なしで。僕は、はい、今音でしたね、一番上のガチャンが。そうそうそう。じゃあ結構落差5秒ぐらいだから50センチぐらいある、あると思います。じゃあ560で掴むぐらいっていう予定だったんですけど、でもちょっと今森本ちゃんと話して少しどうしようかってね。僕の案は66って言わんで、お66、あの下6から 6? 一番下からまず6秒待ちます。あで、下スタートして、同じぐらい、同じぐらい、俺7ぐらいで考えてた。あ、本当ですか。飛び移ります。で、飛び移ったとこでさらに6秒待ちます。で6秒待つの？はい。で、普通にいつものペースで行っていったらぴったりぐらい。6秒待つんだもん。そうです。ちょっと目指してるんですよ。ラックスの待ち時間。肉体派ドラマ。まあ、でも4から7ぐらいってことですね。そうですね。ただその50センチぐらいの落差をやるっていうリスクがあるんですよね。3秒取るか、どっちか。どっちですか。ここに。そっちに。あ、嘘。ごめんなさい。スタートですよ。カメラ、こっちの。お待たせしました。お待たせいたしました。はい、連番だから、はい、続くぞ、はい、これ、はい、いい流れを。頼むぞ。お願いします。必ずいい流れを持ってます。続くから。行くまで5秒前、どうしたら続かないと。3、2、1、はい、4人で行ったよ。そうですね。1年ぶりで来れたのが嬉しいですね、まず。今まで1回来れて、ちょっとしばらく来れなくてっていうのが続いてたんで、まずはここまで来れたことが素直に嬉しいです。ありがとうございます。頑張れ。ありがとうございます。全て出せ、全て頑張れよ。お前の長野さんの顔いただきました。頑張ります。オイルやね。お、本当だ。表情に余裕がある。余裕あるよね。前回どんな顔してたの？なんか乗ったことある。なんかね、いつもね、ゴートレの時。ゴートレの顔してる。うん。いやー、余裕です。今までは憧れのサードだったんですが、今年はクリアするサードです。はい、行きます。よろしくお願いします。いや、初めての体験で、すごい空間だなって思うんで、ちょっと頑張ってほしいの。昨年、4大会ぶりのサードステージ進出。憧れの舞台として挑戦していたステージが、今はクリアできるステージとして、今、スタートラインに立っています。去年の経験、そして今年、結婚、これまでの努力の日々、カーデザイナー荒木直之30歳のサードステージだ。
2大会連続のサードステージ、森本世代の一人、有名自動車会社のカーデザイナー荒木です。フライングバーどんどん行きます。迷いがない、迷いないね、うまいね、迷いなく行く、ジャンプ高い着地。でも2本目ワンチャンぐらいだと思うんですけど。え、マジ？ゆっくりと回る。1回目のジャンプをここで見せた、落下。おや、今のはもうでかいな、ダメージが抱きついちゃうのか、ダメージが足から行けばいい。体がやや下がった、それでも落ち着いている。表登って、一回落ち着いて、一回落ち着いて。森本世代のカーデザイナー荒木直之、ライジングスター、ライジングスター回転、まさかの、まさかの去年超えたこのサイドワインダーで無念の沼地。うわー、何なんですか、やべ、俺スタート前にタッチしてきたからかもしれない。そんなことないから。去年はクリフまで行っていた荒木、自然とする荒木、サードステージあっという間に終わってしまいました。これは意外だったな、あんな弾かれ方というか。これは完全燃焼だね、荒木。本当に荒木の仕上がってる具合とか練習してる量とかそういうのは全部分かってるんで、まあ、それでもやっぱ厳しいのがサスケだと思ってます。いやー、ちょっと信じられないですね。あのクリフをかなり彼今年練習してきたんで、今年こそ荒木くんのクリフクリアが見れると思ってました。悔しかった、悔しいですよね。やりたかったエリアの手前で落ちるって本当悔しいと思うんですよ。いやー、ちょっと強くなって来年帰ってきてほしいですね。お疲れ様でした。悔しい結果となりましたね。やっぱり今年1年クリフディメンションを超えるためにすごいいろんな人に助けてもらって、森本世代のメンバーにも飛び方を教えてもらって、自分の中でも絶対いけるっていう気持ちが出て、今回みんなでサードに来れて絶対こうやってやるっていう気持ちで来たんで、ちょっとサイドワインダーで指が外れた瞬間がもうちょっと一生悔いに残りそうです。荒木さん、お疲れ様でした。すいません、ありがとうございます。悔しいサイドインダーサードステージでしたね。はい、もっとこのサードステージに長くいたかったっていう、そういう気持ちで、もう本当に悔しいですし、みんなに申し訳ないですし、自分の中で一番仕上がったって思った時だったんで、でもしょうがないです。これがサスケだと。少しでも気を抜いた時に魔物が
や守れないですね。自分の油断が現れてしまうのがサスケなんだなと僕は思います。なのでこれは間違いなく僕の失敗なので必ず僕が取り返します。力強いコメントありがとうございます。はい、新しいショーが始まって30歳を迎えて結婚もされて、はいはい、またここからですね。はい、これはサスケからサスケが与えてくださった試練だと思っているので僕は必ずまた頑張りますので、そうですね、もし、はい、チャンスがあれば全て全力で取り組ませていただきます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。荒木直之さんでした。すいません、すいません、ありがとうございます。すいません。そうですね、まあ、でも結構平日も夜遅くまで仕事もあって会社員として平日練習できなかったり少ない練習時間の中で結構頑張ってやってるので、まあ本当よく頑張ったなって思います。私的にはこんな体験を普段は普通の人はできない体験をこんなとこに連れてきてもらってとってもいい機会でいいチャンスを与えてくれてすごく感謝してますし楽しいなって思います。じゃあ来年また直之さん来れるように支えていきたいなって思います頑張ってね。お疲れ様。みんなで応援してよ。本当にすごいありがとう。これ。迷惑ばっか逃げてるけど。ごめん。またごめん。また一年もうちょっとだけ頑張らして。頑張ってる会社員として仕事しながら仕事して仕事もしながら、ね、仕事もしっかりして未来のことも考えながらちょっとずつやらせてほしい。もうね、心の甘さいや事故だ事故。いや先のことばっかり考えるからやっぱねダメなんだよね。いやでもよくやったよ大丈夫めちゃくちゃいい体のメンタルはもう今大会過去一だった、うんうん、それが一番の収穫だから、すごいみんなのおかげで成長できた大会だと思う。このメンタルでまた来ればそう、ね、面白い勝負になるよきっといつも任してばっかりで面白いいやこれも荒木くんなんですよね。もうそのまとめなところが大好きまあ大丈夫ですごめん、俺がスタート前いや、そんなことないヤギ、ちょっと森本くん荒木くんではごめんやけど森本くんタッチするかもしれないけど声だけでこれでいいほんとごめんね、ほんとなんか俺の責任がなんか感じてそんなことない、いや、そんなことないスタート前タッチしたいや、もう完全に僕の力不足。いや、なんかじゃあいつかおっしゃってたあの魔物が心の中にいるっていうのを改めて実感しました。俺も今日俺それやられた魔物ですね。魔物いるんですよ。お疲れ様、また来年に向けて頑張る。そうですね、1年は反省して、うん、しょうがない、そうしょうがない。新婚はサイドワインダーそういうことよ、はい、変なジンクス作んないでちょっと敬語で慶応の進行はサイドワインだよ。でもこのままと次パイプになっちゃうからそうあのダメだよ。いやパイプだったら僕はもう自己進行。いや何言ってんの。いただきたいですね。ロスはそこでしょ。まだ俺には勝てないね。あの今日漆原さんの結果一回も抜いたことないまだ俺ある日の出場で頼むよ。頑張ります。Unext パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。